リファイト。どうもお疲れ様でございます。ガイです。僕くんからのね、ありがたいメッセージ本当に嬉しく思っております。もちろんね、前提として、今回の動画、その個別レッスンを受けさせていただきたいというね、願ってもないチャンスなんで、私からもね、遠慮せずにそれはやらしてくださいよと申し上げたいところでございます。ただやっぱりね、すんなりといくかどうかっていうのは、やっぱこれからいろいろと詰めていかないといけないところがあります。まず第一にですね、私の子供3歳のヤマトですけども、夏休みに入るんですね。まあ、そうなると当然ですけども、私がトレーニングにじゃあ打ち込めるかっていうと、打ち込めなかったりします。ヤマト君とね、きちんと父親と子供という関係でね、やっていかないといけないと思うところもありますし、ただやっぱり私も後悔はしたくありませんし、まあ、今となってはね、私は勝つためにトレーニングをやってます。勝つためです。とりあえず出れればいいやとかね、記念に出ようっていう気持ち最初はあったんですけども、やっていくうちに、いやこれはね、相手を倒すつもりでやらないと、相手をしてくれる人に申し訳ないなと思ってるんですよ。ですんでトレーニングにも当然気合が入りますし、どんな人が私の相手をしてくれるか分かりませんけども、おそらくベテランさんでしょう。ベテランさんが私に胸を貸してくれる時に、あ、こんなやつやってもしょうがなかったなと、単なる駒合わせだよっていうふうに思われるんじゃなくって、いや本当にあんた50から始めたのっていうふうに思わせるぐらいのパンチ一発でも、キック一発でも、パリング一発でも見せていきたいなと。何か可能性を感じさせる、50から始めてもキックボクシングってこんなに可能性があるんだっていうふうにね、少しでも届けたいなと思っております。で、私の場合はね、今リモートレッスン受けさせていただいてますけども、まあ、はっきり言って 100% 受けれてるわけではありません。ただしアーカイブを利用させていただいてね、私なりにリアルタイムでできなかった分、うん、アーカイブを見ながらやるトレーニングっていうのは、自分にプラスアルファ 10%、20% ぐらいの負荷をかけてやっているつもりでございます。というのが、私もトレーニングに毎日時間を当てれなかったりするわけですよ。ですんでね、その辺を考えながら、少しでもやるときには、まあ、体を壊さない程度にギリギリまでの負荷をかけて、1分シャドーボクシングができるところを1分20秒、2分やるところを2分30秒というふうに自分に課してやってます。まあ、ですんでね、本当に心地よい汗をかいて、今だったら真水のシャワーを浴びてね、今日もやりきったぜ、リファイトだぜって気持ちがますます高まってるんですよね。そしてなんていうのかな、苦しいのが楽しいっていうふうなね、そんな感覚にもなってきました。ただいろいろと問題あります。やっぱりね、スピードはどうなのかなと、踏み込みの問題に関しましては、いろいろとね、ダッシュの練習をしたんですけども、なんせ体力の方が先に参ってしまって、ダッシュを20本できるかって言ったら20本できないんですよね。ただ何もやらないよりは、何かをやった方が必ず答えは見える、もしくは近づくと思いますので、ボー君からのレッスン以外にも、私はね、自分でいろんな仮説を立てて、こうやったらどうだろうか、ああやったらどうだろうかっていうことをやりながら、そしてどうしようもなく分からなかった時には、いろんな YouTube を拝見したり、入門書を見てみたり、ボー君に説明をね、求めたりとかして、ここまでやってこれました。で、私は今こう思ってます。試合には出たいけども、相手のことを考えたら、誰でもいいから相手してくれっていうところまではいかないかなと。だからね、私を格闘技の選手として受け入れてくれる方がいるんだったら、その方とやってみたいと思うところでございます。これについてはちょっと複雑な思いになりますんで、ここでは言及しませんけども、私はね、もう初心者ではありません。いつまでも初心者の気持ちでいるわけにもいきませんし、ど素人と言われるのはしょうがないと思いますけども、でも初心者ではないです。私も格闘技の世界に身を置くブリーキングダウンのね、一員だと思う、そのぐらいの気持ちでやっております。そして今はリファイトクラブっていうブランドもつきましたんで、このリファイトクラブのね、先方としてできることをやっていきたいなっていうところでございます。当然10月1日の試合、これがどうなるかは分かりませんけども、その後の試合も私は見てますからね。まあ、ですんで、私の残りの人生、今リスキリングっていう、学び直しっていう風な言葉がね、たまに出たりしますけども、私のリスキリングはこの人生の後半、どこまで格闘家としてね、追求できるか、50から始めた人間が60歳、70歳、80歳になった時にどうなってるか、そういったものをね、私自身見てみたいと思ってるところでございます。一旦以上でメッセージの方を終わらせていただきます。それではお疲れ様です。